先ほど出した動画、モンスターの一定体力以下で破壊可能になる部位、こちらに多かったコメント、体力が下回っていない場合、内部的に蓄積をしますか。答えは蓄積します。検証方法は実は簡単ですので紹介します。大名槌の頭は体力 50% 以下にならないと破壊ができません。そこでまずは部位破壊に必要なダメージを与え、その後ひたすら他の部位を攻撃します。瀕死が表示されたら区内で攻撃するという方法です。ガンナーだと検証が楽ですが、弾丸を弾く的よけ系のモンスターだと難しくなります。今回の検証の結果から、頭部の部位破壊イコール残り体力は何パーセントという判断ができるので、討伐にも役に立つと思います。ミセプにも使えると思うので、ぜひ参考にしてみてください。